はい、皆さん、こんにちは。今回何か研究させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から質問いただきましたので、今回この質問に対してご回答させていただきたいと思います。これは以前にも言及させていただいた件なんだけど、まあ、新しくまたね、ちょうど自分の方でもね、言及しようと思ってたお題だったんで、やらさせていただきたいと思います。今日ね、昨晩から始めてるんだけど、まあ、一応この室内だったら声が届くと思ってるんだけど、なんか最近ちょっとあんまりビデオカメラの調子良くないのか分かんないけど、ちょっと小さく聞こえる時あるんですね。結構大きめの声でお話しさせていただいてるんだけど、そこでガンズームマイクね、まあ、ここのところ室内だったら別に外の音声入らないから、まあ、マイクでね、繋いでっていうのもいいんだけど、あえてそこのがガンズームマイクね、何があるかっていうとね、ビデオカメラの方の後ろ側に音声のこの拾うね、ものがついてるんでね、ガンズームマイクってこっちに向いてるんで、ここで話す分には結構声が結構良くなります。後ろだったね、後ろからこう話す場合、ビデオの後ろから話す場合だったら後ろにあるのでね、まあ割と聞こえるんだけどね、ここの前からだって、ね、やっぱりガンズームマイク使った方がいいかなと思ったんで、特にか屋外でやる際はね、これから、使用していこうと思ってます。屋外の場合だとどうしても他の音とかも欲しいじゃないですか。だからあえてここのところでマイクですね、でも自分の声しか聞こえないんでね、なんでガンズームマイクって結構重要なんだけど、で今日ね、いただいた、昨日か、いただいたものということで、まず文章を読まさせていただきたいと思います。こんにちは、以前質問をした、ものですと。最近、海外旅行再開について調べていたら気になることがありましたと。イスラエルでは5月からワクチン接種者、まずは団体からに限り、海外からの観光客を受け入れるという、ことや、シンガポールでも5月からイアタトラベルパスというワクチンパスポートに一種を用いた入国の簡素化を進めるなど動きがあること、という情報がありました。これは、海外旅行再開への道が、開けてきたのでしょうか。また、このほか日本での海外旅行向けのワクチンパスポートの動向が気になります。今後海外旅行はどうなるのかを意見をいただければ、幸いです。よろしくお願いいたしますということでいただきました。これ前もね、言及させていただいて、まあ、たまに、いつ頃から海外行けるようになるのでしょうか、というふうにね、いただいてます。だから今回はこの、いつから海外行けるのか、ということで、ちょっとお題ともさせていただきたいと思いますね。いつから。いつから海外に。とともに、あとは、ワクチンパスポートでね、言及させていただきたいと思います。まず今日は何日かっていうと、令和3年2021年の4月の18日日曜日、今日は9時からね、生配信します。ぜひとも皆さん来ていただければと思うんだけど、その中でこのいつから海外に、まあ自分なんかも海外に行けないことはないんだけどね、正直別に行こうとも、まあ本当は今月も行こうとも行けたんだけど、やっぱり変異株も出てるんで、あえてこの時期行くのは良くないと思ってね、今控えてる見ながら、行ってないので考えたらもう1年とね、半年、5ヶ月か。最後タイ、ニュージーランド、タイの時だったんだけどね、中南米周した後にタイとニュージーランド行ったということで、そこから1年5ヶ月で経ってますよね。ここが気になるところだと思いますね。まず、このワクチンに関して、日本は遅いというふうに言われてるんだけど、日本よりもね、欧米の先進国の方が正直な話で、ね、結構重篤なね、結構感染者多いし、致死率も高いので、その意味ではやっぱりそういったところから回ってるのも実情であるし、あとはまあ他国の状況を見てるのもあるんです。ただまあ菅総理がね、バイデン大統領等の会談でね、ワクチン、ファイザー製薬でね、ファイザーアメリカですが、ファイザーのやつを、もう少しね、日本にというふうに言ってたのは あると思うんだけど、ワクチンに関しては、もう医療従事者がもうすでに3月、2月の終わり、そして3月から始まってますね、4月ということで、大体医療従事者の人はね、今医療従事者の方のこのチャンネル結構見てる方いらっしゃるので、いろいろと報告いただけるんだけど、大体3月、4月で1回、2回目終わる感じですね。で、今月からさらに高齢者が始まりますね。高齢者ということで、まあ、この場合は高齢者から始まるということで、やっぱり重篤化しやすいということで、感染した場合ね、その場合優先的にということで、先に高齢者が始まるわけだけど、高齢者が受けてということで、今4月から、ね、5月、そして6月ぐらいにかけてですね、一般人が大体、私はまあ6月ぐらいからかなって予測してます。6月、7月かな。遅くなっても8月ぐらいまでにはと思ってます。そこでまあワクチンに関してはファイザーか、今アストラゼネカ、ファイザーに関しては2回目の接種の時にね、なんか熱が出るっていうふうに確率が高いというのが言われたりとか、
アストラゼネカは血栓が、ね、できやすい、まあ、血栓がもともとあるような種類がその人はやっぱ危ないんじゃないかなと思うので、このワクチンに関しては重篤な、ねアレルギー症状ある方はやっぱ打たない方がいいと思うし、あとは、基礎疾患がある方はね、私は控えた方がいいんじゃないかなと思う。それ以外の方で健常な方であれば私は打って方がいいんじゃないかなと思うんだけど、ここは打てとかね、打ってくださいとか打つなとかね、ワクチンは殺人兵器だなんてね、ビル・ゲイツになんていうふうに言ってますけど、言う人もいますけど、ここはね、皆さんのご判断にお任せしたいかなと思います。ここで重要になるのは何かっていうとね、このチャンネルは海外好きな方非常に多いですよね。だから海外、これから渡航する中で、これはまあ政府関係者に聞き取りもさせていただいてるんだけど、ワクチンパスポート、これがこれからの海外で重要になってくるものになると思います。このワクチンパスポートね、いつから海外にということで、このワクチンパスポートっていうのは皆さん、まあ、もちろんその通りなんだけど、ワクチンを打った証明書、これは自分自身が今まで10種類以上、20回以上ね、ワクチンね、予防接種を打ってきました、海外向けのね、これは A 型 B 型肝炎、腸チフス、日本脳炎、あとは黄熱病ね、あとは、他にも破傷風とかね、まあ、いろんなものを打ってきます。狂犬病とかね、1回から3回打たないといけないあるんだけど、そこで例えば黄熱病なんかエイロフィーバーということで、黄熱病に関しては、接種の証明書が必要なんです。黄色いやつでね、これはまあパスポートの裏に分かりやすくなくさないように貼り付けてあるんだけど、それがないと、結局入国できない国って南米の国の中にありますし、アフリカの国の中にあるんです。だから例えばボリビアなんかだとね、打ってないってことは、ね、あって、でじゃあワクチン打てばね、入れるってことで、でみんなそこでワクチン、いやそれよくいいなって、逆に俺こうお金払って行ったけどねって言ってんで、それで入れるってことなので、これがやっぱりこれからね、海外渡航において、このいわゆる新型コロナが収束するっていうのはまだもう少し先かなと思う。来年にかけてまだね、続くと思ってるので、そこでここのところワクチンが、まあ、これからどん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 世界で普及していきます。これが国によってね、国によって早い遅いがあるんだけど、世界にこれから、もう今すでに広まってるんだけど、さらに来年にかけてね、まあ、世界各国で広まってきます。ただそれに関しては時間がかかるんですね。なので、なんでこのワクチンパスポートなのかというところに、そこで説明させていただきたいのが、観光立国と呼ばれておりますね。これタイとかもそうですよね。タイなんていうのは観光立国ですから、観光業者、この観光業者っていうのはね、これ一人にこの観光業者っていうのは、例えば首都国にすると観光業って本当少ないよねと思う方いらっしゃると思うんだよね。でも観光業者というか観光業全体を捉えればね、どういったものがあるかっていうと、例えば宿泊業も含まれ、旅行業も含まれる。で、そして、あとはテーマパークとか、そういった博物館とかね、美術館とか、あとお土産屋さんとかね、もしくは観光地にある飲食店なんかも同じように観光業としても、含まれます。そこの中で、講義に捉えるとね、競技で捉えると、まあ、観光業という少ない感じかもしれない。講義で捉えると、観光業に従事している、観光業に関連した、産業も含めると、やっぱり非常に多いのが実情です。だから日本国内においても、なんで GoTo トラベルかと言われているのはそこにあるんだけど、特にこの観光立国に関しては、やはりね、特にタイなんか皆さんね、行かれて、じゃあ海外行かれましょう。で、観光地見てください。外国人観光客多いですよね。外国人の観光客が来なければ、正直な話ね、国内の旅行者だけで成り立たないものがあるんですね。それによって、観光業者ね、従事しているその会社が潰れてしまって、失業者が増え、貧困層が増え、経済が悪循環になっている。これは特に観光立国はそうですね。パローなんかは行きましたね。パローなんかも同じような状況だと思います。そこで、それに対して危惧してるんですね。その現地の政府が、正直危惧してるわけです。現地政府がね。だから観光庁とかね、まあよく自分は仕事受けたりもしますけど、観光庁なんかもね、あったりするんだけど、非常にこの観光庁とかがやっぱ危惧してる。現地の政府が危惧してるんですね。この観光立国が特に。で、なので、その中で、まあ、外国からの観光客も受け入れていきたい。だけど、そうすることによって、またね、いろんな感染者が増えてしまうのは、やっぱり危惧してるんですね。
そこで求められているのがワクチンですね。ワクチンこれ 100% じゃ効能があるかって言ったらそうでもない、 95% ぐらい感染率がさ、ね、下がるということで、かなりの確率で感染しなくなるわけですね。なのでここのところを、ワクチンの打った証明書、ワクチンパスポートを持ってるいわゆる外国人旅行者、ね、これを受け入れていくということですね。今までそれがないと今もこの状態、隔離検疫というのがあって、だいたい2週間ほどですね、2週間ほどあるんだけど、結局ホテルでね、いなければならないんだけど、この隔離が結局これが短縮されたりとか、1週間とかね、もしくはワクチン打ってる証明書、ワクチンパスポートを持ってることによりこれがなくなっていくと思うんですね。これがあると結局なかなか外、ね、観光としても行けないわけだから、そこでこのワクチンパスポートをこれ世界各国がこれから導入していくと思います。これは日本においても同じですね。日本においても同じようにワクチンパスポートを導入していくでしょう。よく言うんだよね、これは例えば日本国、例えば外国の中には施設を利用する際もこのワクチンパスポートがっていうところも今なんか議論されているようなんだけど、日本においてじゃあその施設を利用するためにワクチンパスポートが必要ってそれはないですね。これはあくまで日本の場合はワクチンパスポートに関しては海外に渡航する方の向けのものということで、これ発行を今検討しているということですね。なのでまあ海外行った時に、あ、じゃあある国ではその国の決定、行政機関の決定になりますから、ある国では何より施設利用する時にワクチンパスポートが、所持している方だったらワクチン接種している人だったらこう入れますっていうのは海外に行った場合はあるかもしれない。日本ではそういうのはないですね。なのでそこはまあご安心いただければと思うんだけど、とにかくこのワクチンパスポートということで、これから海外、いつから海外にと言われてるんだけど、早く行くという、行きたいという方はここですね、注目です。なので私自身は海外に関しては、ワクチンを打った段階で行きます。まあ今すでにもうね、いわゆる海外渡航の予防接種ワクチンに関しては10種類以上、20回以上受けてますけど、新しくそのいわゆる新型コロナのワクチンということで、これを打ってワクチンパスポートを得て、そうするともうこれからなくなっていくのが隔離検疫が2週間ほどなんだけど、これがね短縮、もしくは、なしになっていくね、こういうふうにね、そこですね。そうするとやっぱり行きやすくなりますよね。だからここですね。なのでまあ海外どうしてもね、いろいろ行きたいって方は、早く行きたいって方はここにやっぱりワクチンを打ってワクチンパスポートをというのがね求められてくるのかなって感じがします。ということで今回ね視聴者の方から、質問いただきましたので、ね、質問に対してご回答させていただきました。皆さんもね、まあ、海外のことで何か質問があれば、まあ、動画でねお題とさせていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。これからも海外、まあ、しばらく行けてないですけどね、ちょっと自分としても苦しいものがあるんだけど、これからも発信していきたいと思ってます。皆さんに有意義な情報ということで、ね、まあ、今晩、21時からね、YouTube 生配信しますので、ぜひともお時間ある方はお越しいただければ、ね、9時からという2時間半、最後まあ3時間半ぐらいやらさせていただきますので、その中でまあ質問があればね、質問いただければこのような形で回答させていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。